私のわがまま、聞いてね。お待たせ。そろそろ夜だけど、どうするの？そうね。定番なら、夜景スポットとか、あと、夜の海も悪くないかも。それいいかも。夜の海って、ちょっとドキドキするし。じゃあ、行ってみよう。わー、やっぱり夜の海ってロマンチックでいいね。あ、うん。ありがとう。覚えていってくれたんだね。気持ちは嬉しいけど、今はまだ帰りたくないんだ。その代わりに、ここで撮影してくれないかな？それが、お祝いの香りっていうのはどうかな？うん。それじゃあ、スタンバイするね。はい。了解です。私だけのカメラマンさん。大丈夫？もしかして体調が良くないんじゃ。
結構遅くなっちゃったね。わあ、星綺麗。ああ、流れ星。見た？すごくない？あのさ、もう一枚撮ってほしい写真があるんだけどさ。ここじゃなんだからさ、もうちょっと散歩しない？行こっか。ついでにさ、流れ星にお願い事でもしながら散歩しよ。ありがとう。行こっか。ねえ、どんなお願いしたの？ここならいいかな。星空綺麗だし、人もいないし。あのさ、キスするときって目閉じるじゃん。その時の顔撮ってもらえないかなと思って。だってこんなこと先生に頼めないじゃん。だからさ、お願い。ありがとう。よかった。それじゃ、よろしくね。それじゃ、始めよっか。どう？ちゃんときれいに撮ってくれた？
今本当にしようとしなかった？ねえ。もう。あのね、私あなたに言わなきゃいけないことがあるの。あの日さ、海で会ったじゃん。私あの日までほんと毎日最悪だったんだよね。でもさ、あなたに会ってから撮影全部うまくいった。ほんとありがとう。ほんと感謝してる。ああ、私今一番幸せかもしんない。それでね、私ね、あなたのことはね、やっぱいや。こういうのってなんだか嬉しいな。いよいよ。はずれ。せーの。やったー！それじゃあ次行くね。ブーブー。せーの。残念。それじゃあ次行くね。ブーブー。価値観が違う同士もまた楽しいよ。それじゃあ次行くね。あなたと私って相性良くないのかもね。それじゃあ次行くね。ブーブー。せーの。ブーブー。せーの。すごいすごい！なんでわかるの？あー、このままで終わっちゃっていいの？せーの。わーい。先生どうだった？そう、
どうなっちゃうんだろう。あ、ここにいるじゃない。あなたが取ればいいじゃない。私、マネージャーさんに相談してくる。先生もできるって言ったんだもん。絶対大丈夫。私が保証してあげる。だって、あなたは私だけのカメラマンだもん。大丈夫？もしかして体調が良くないんじゃ。お疲れ様。おかげでうまく撮影できたよ。ありがとうね。お疲れ様でした。
まだまだ。次は頑張ってね。Thank you.
you